ドーベルマン・ドーベルマンは日本のスカロックバンドハイウェーブ所属ニトネ、ネオスカに強く影響を受け新たなスカシーンを築くべく活動を展開スカベースに独自の感性と幅広い音楽性で他とは一線を隠すルーツミュージックを尊重しながらも規制の概念をぶち壊す姿勢と圧倒的なライブパフォーマンスは現在進行形のスカミュージックを感じさせる これまでに富士ロック、サンセットライブ、荒キロックなど全国各地のフェスに出演するほか、2度のヨーロッパツアーや韓国の野外フェスなど日本にとどまらず活動中。2018年12月新メンバーシーサイヤーを迎え、その勢いはとどまることを知らない。音楽性に関しては、スカを基盤とした独自の音楽性を確立している。ライブバンドとして、 各方面からの評価が高い。スカをベースに、独特の感性と音楽性で他とは一線を画す、ドーベルマンが、結成20年を迎え今までの楽曲を、再アレンジした2020年2月12日に、新創アルバム、グランドリニューアルをリリース出演、ドベマンモンゴル800スクービードゥカジヒデキ、赤いヌイアソングイズグッド出演ドベマンモンゴル800。 フラワーカンパニーズカジヒデキアカイヌオールディック・フォーギーブルービート・プレイヤーズトモフスキー出演ド・ベマンモンゴル八百スクービードカジヒデキアカイヌケムリアサクサジンタ出演ド・ベマン夏木マリスクービードゥーウクレレジプシーフロムモンゴル八百清作アカイヌ煙ムリアサクサジンタ出演ド・ベマンベッド・インスクービードゥーオールディック・フォーギーウクレレジプシーフロムモンゴル八百清作アカイヌ今までの楽曲を 再アレンジした2020年2月12日に7年ぶりにセブンスアルバムグランドリニューアルを発売。トランペットシーサー加入後の現在のメンバーでの初の録音アルバム。http コロンスラッシュスラッシュ c o n t r o l d o b e r m a n c o m スラッシュキャットイコール320-303ありがとうございます。